できるそういう環境だからすごいいいと思います。まあそれ言ったらプロもそうですよね。うん、プロもそうです。プロもいろんな趣味やるんで。うん、あ、バッテリーを使ってます。今坂口さんが一番いいやつ持ってきちゃったんですけど。先輩が勝てないっていう。あ、先輩なんですか。あ、僕だ。あ、先輩。なのでなんかありがとうございます。ありがとうございます。はい。これMですよこれ。あ、M。これがMです。黄色です。はい。はいどうも良平です。よろしくお願いいたします。引き続き埼玉武蔵ヒートベアーズさんに潜入させていただいております。本日はバッティング練習に潜入させていただいております。はい、まず今打ってます、日高選手。この日はね、早いうちから、ゲージ内でのバッティング練習始まってましたね。はい、そして田村選手がバッティングをしております。最初に、キャッチャー陣が、バッティング練習していましたね。鋭いスイング、はい、そしてね、試合前ということで、バッサー等の小技も、しっかりと確認していました。バッサーでもこのスイングですよ。はい、そして片山選手兼コーチがゲージ横で、ね、ゲージではバッティングやってるので、横でローンティーをやっておりました。片山選手は前回のね、ベアーズ潜入の時の動画でめちゃくちゃすごいロンティー打ってたので、ぜひ、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。そしてロンティー後はバッティングゲージ入ってますね。最初はね、感覚を確かめるように、まあ、軽くじゃないですけども、まあ、バットに当てるということを意識して、バッティングをしていました。外のボールは逆らわずに逆方向へと、そしてこれはセンターへの綺麗なバッティング。声すごいでかいですよね、片山さん。はい、そしてね、またもキャッチャー陣ですね。町田選手がオキティで、ロンティーを行っております。見てください、オキティでこの打球ですよ。飛びますね。はい、そしてここからは内野陣がバッティング練習へ。金子選手です。金子選手ね、今大注目ですからね。はい、シュアなバッティングで走力もめちゃくちゃ速いですし、シャープながら力強いスイングですね。3割超えの高打率で現在は3番バッターを打っております。どんなボールも当てるっていうようなスイングですね。はい、そして、キャッチャーの町田選手がゲージへ入っております。このスイング、そしてね、バッティングピッチャー片山選手が投げています。はい、そしてもう一度金子選手。綺麗ですよね、スイング。そしてね、来た球を逆らわずに、あそこだったら外へ。はい、ナイスバッティングです。はい、お次はね、内野手、三浦選手がティーバッティングを行っております。オキティですね。これ、しっかりとミートポイントを確認しながら打っております。はい、いや、スイングがめちゃくちゃ綺麗。そしてね、ステップを踏んでのバッティング。ナイスキャッチ。いろんなね、ティーの種類ありますよね。そして、強打者坂口選手です。オキティでここまで飛ばず、そういうの、このスイングですよ。坂口選手の魅力って言ったらめちゃくちゃ豪快に振りますよね。フェンス最上段へ。そしてね、使っているバッティンググローブ見てください。翔平さんからお渡ししたものになります。はいね、ぜひともね、たくさん使ってもらって、めちゃくちゃ擦り切れた状態まで使ってもらいたいですね。そして三浦選手がゲージ内へ。最初はね、バント練習ですね。しっかりと目の位置でバントしてますね。そしてね、これ見てください。打つステップめちゃくちゃ速いんですよ。打ちました、すぐに構える。片山さんも投げるテンポが速いんですよね。どんどん打っていくって感じです。はい、そして坂口選手がゲージ内へ。強打が売りの坂口選手もバッサーの練習、こういったところにね、チームとしてつなぎの意識がすごくね、出てるなっていうのを感じますね。みんな必ず小技をしてから入っていますね。そしてこれやっぱこの豪快なスイングですよ。気持ちよすぎっす。でも外の球はしっかりと外へ。そしてしっかりとね、足場を鳴らして、最後は片山さんにお礼を言ってといったところです。はい、そしてバッターには外野手、高島選手が入っております。どんなボールも拾ってますよね。高島選手、シュアのスイングがかっこいいですよね。これも崩されながらもしっかりと打つ。そして清田選手が前回の動画でもねノック打ってましたけれども、これはバッティング練習の一環としてノックをやっています。ノックってボール乗せないと飛ばないですからね、外野ノックって。だからこの乗せるっていう感覚をノックで掴んでいるようなバッティング練習ですね。はい、伊藤選手が置きティーを行っています。伊藤選手はね、見ててください、バットめちゃくちゃ短く持ってるんですよ。めちゃくちゃ短く持って力強く。清田選手もティーバッティングへ。清田選手、最初はねゆったりとしたフォームで自分のスイングを、片山選手と同じですよね、しっかりと確かめながら振っています。軽く振っているように見えるんですけども、しっかりと最後まで振り切ってるんですよね。バットがしっかりと後ろまで、はい、振り切っています。そしてこの辺からね徐々に力を入れていってますね。割れがしっかりと見てわかる、これクイッと、はい、割れてますね。そしてゲージには青木選手が入っております。青木選手もね先ほど翔平さんの方からバッティンググローブの方をお渡しさせていただきました。打球速度めちゃくちゃ速いっすね。そして清田選手もゲージへ。清田選手も最初バスターやってますね。ロッテにいた頃にあまりバスターとかっていうのやるようなイメージじゃなかったんですけどね。そしてこれですよね、ピッチャー片山さん、バッター清田さん、これ熱いですよね。はい、以上ベアーズバッティング編でした。今流れてみた、使えるのか分かんないけどウーバーなんですよ。分かりますよ、どの選手がやっぱ登場曲だから流してる、違いました。翔平さんウーバー好きだから流してます。ウーバー好きですよね、多めに流しますよね。でした、使えないんだー。ちょっと使えると思う、ちょっと分かんない、これ突然ショパビーチとか流れてくると思う。いやいやもうありあり、さっきはシャムロック、今タッチオブウーバーめっちゃ好きなんで、もうわざわざ流してくれてます。どの選手がの登場曲かなと思ったら違いました。そうです、激動とか流れてくるので、ね、激動でしますみたいな。今日俺のライブ来てくれたよ。今日俺のライブに来てくれたよ。手直せ。はい、そして次回はベアーズ潜入守備編です。キャッチャーもね、内野も全部映しますよ。野球人必見の守備編。ぜひぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、よいしょー！翔平 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。